原因、そうですね、スタートがすごく良くて1ゲーム目から私の自分のプレーが出せていたので勝てた勝因かなって、それが本当に集中力切らさず最後までできたかなと思ってます。はい、もうアドバイスというよりかは本当に自分の好きなようにやっておいでというか、私の考えでやらせてくれたので、本当に何だろう、本当に頑張っておいでとか、こう楽しんでおいでっていう本当にその一言だけで、あとは全部自分が考えて試合の中で取り組みました。はいはい。そういうふうにもうできないとか言われてからこそ、私ならできるとか、こうできるところを見せたくて、もうずっと変えてないです。もうずっとそのロバーでやってます。はい、そうですね、やっぱりすごいよく考えたんですけど、たくさん試合数が増えてしまったりとか、こう練習する期間がなかなかツアーとツアーの間に入ってしまうってことがあったので、やっぱり練習したいなって、もっともっと練習して実力を上げたいなと思ったので、参加することはなしにしました。ありがとうございます。ありがとうございます。